なんか、こういう技術って広がるときって、起爆剤は、まあ、いくつかしかなくて、ドラッグとかなんとかみたいな、ブラックな方向性、で、違法なものを取引するみたいなタイプのものか、エロとか、AV 系みたいなのか、どっちかが起爆剤になることが多いと思うんですよ。実際、インターネットとかも、もう初期は、基本的にやばいものを取引するか、アダルトコンテンツ見るか、みたいなのが、なんか主なよ。メタバースっぽいものとか、バーチャルリアリティっぽいものも、エロの世界にはどんどん入り込んできて。だから AV とかこう3次元 AV みたいな感じになって、ヘッドマウントディスプレイかぶって、なんか AV ストアとか覗いてみると、普通にランキングの上位とかも全部 VR 系とかになったりするんですよね。どうございます。あります。いや、実際すごいもので、ええー、そんな違うんですか。全然その二次元でここで見てるのとは違う。人がこう、周りを動いていって、それで音もこう動いていって、で、耳元で囁くみたいなのが全然できるじゃないですか。ただ、見てみた方がいいと思いますよ、見てみたい。多分。鷲見さんが VRAV に挑戦します。見てみます。